心配でしょ。そうですね。何が？夏以降とかも痛いときはちょっと思いっきり蹴ってみたい。はい。ああ、ローが結構出てる。そこはローカット気をつけないと、自分で自爆するよ。滑る蹴れないと。でも、あの素手で試合の時もするからさ。はい。あんなに焼けてたのにさ、もう冷めちゃったね。先週、真っ黒だったのに。静岡の日焼けね。もうでも、うん、マウスピースまだやってないんですよね。今やれよ。いや、私がコンビニでやってください。もう任せられないんですよ。ちょっと待って、あそこんどがないですよ。いいですか。ちょっと分かんないです。マウスピース、ちょっと…おはようございます。自分の先生でめちゃくちゃ怒られてさ、こんなんで出るつもりなんですか。僕もう53だからね。勘弁してほしいな。先生いつの話してんだよ。二十歳とやってさ、ボコボコだから。試合前にめっちゃくちゃアップしないと、はい、体温まる前に終わっちゃうよ。了解です。もうほんと汗がダラダラ出るぐらいやんないと、はい、何トビ何分前に終えるか、何トビを会場に持っていかないと、はい、ほんと走ってもいいぐらいの、はい、あの
何分前まで温めるかどうかギリギリまでですか。こう汗かく冷えちゃダメだよ。またやり直した。しっかり熱くなるから。じゃあずっともうグラフが上がるみたいに。30分前とかまでは横になってていいから、はい、45分前とか30分前になったら、はい、もう本気全力でシャドウして、はい、縄跳びできるスペースがあるんだなと思って、はい、あの本当に体温まる前に試合終わらせて、2ラウンド目と3ラウンド目でやっと温まってきて、はい、こうやってやっと受けるようになったぐらいだから、左右の悔いのない試合がそこを落ちるのか。テルは一応遅れてくるつもりとか。いや、ディズニーランド行きますよ。ディズニーランドがこいつ向かうっつって最初はダメで、まあ、間に合えばってことでしょ。はい、これは3分か最後、ほらワードと何か言えば。いや、まあ、顔合わせたくないですよね。まあ、ここは間に合わないだろう。はい、4時に向こう行ってなんか違う、なんか違う。こう、こっちで僕も一緒にいいですか。グリッと持ってもらえるんだよ、少し。そうっす、人ね。そんなガンガン蹴らないで映ってるから、もう本当に抜いて、体温めて映ってる。撮影行こうダメなのかな。控室入っちゃダメなのかな。入ってないですけど、ダメ、ダメだと。まあ、ダメですよ。いや、一応ベンチ相談しろよ。だってリザーバーなんだし、お前がみんなのミット順番に持って。結構みんな、セカンドがプロの人いてるから。違うよ、俺もつかないんだよ。そうですね。なんかロアコさんっすよ。ちょっと温めてもらった方が。お前は俺が持って。ああ、いいね。ステップして、ステップして、ステップして。じゃあ、じゃあ、こう、こう、こう、外、どうだこう、両足下に、なんか、こう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 じゃん。そう、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 リズムなんか、もう放送この辺録画したりしないでね。なんか喋ってる内容また。あ、了解です、了解です。はい。お前ないんだけど。死んでしょ、死んでる。これ3分間。さすが。ちょっとやってみて。俺もう現役と、現役以外無理だよ。いや、俺も無理なんで。いや、大丈夫、大丈夫。健康だ、健康だ。これ、スポットウォッチ係なんだけど。こう。アメリカじゃあんなの反省する必要なくて、おいしいじゃないか、とにかく全部。あ、昨日もです。話題になるよ、何でもおいしい。名前がなんか言ったわけじゃないし。はい、ガード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 みたいな。さっきの場合、左手、走り込まれてる、左手前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 。どうぞ。俺さ、日曜日何もしてないので、毎日月曜日筋肉痛なくて、毎週。だって、ベンジョさんもスパークに行くの。いや、プロレスだ。で、それができたら、こうやって回っていく。回っていく。こっちが今度回っていく。マジで？でき？なんか、ここに変があると思って、一番足の膨らみが来るよ。はい。
それで蹴ってまたこう出るんですよ。2ラウンドぐらいで決めるんですか。いや、1ラウンドぐらいしたい。あの、しょっぱなからいくんですよ。ボディで動き止められればね、顔を当てればこれいいや、顔でしょ。多分もらったことないから、ヘビー級のパンチとかびっくりして、もうガードの中で結構ガードの中でもね、ドンってなりますあの、今までこのみんながこうさ、ソードを起こして左ができないですよね、クラストレーションのキックはどうすると思いますよ。やったら、一番簡単なのは、歩きながら蹴るでも、女に怒ってるそうそうそう、歩きながら蹴る体を蹴られるんです一緒に運動生に里にとすぎていいだけだよ、運動生もう歩いて、こう見た瞬間にもうこうなって、この状態でバンって蹴るから、そのスイッチとか考えるのも歩きながら蹴るっていうだから軸足は、かかと上げてこう回転させない左が全然わからないんだけど、まずでも右をちゃんと蹴れるようになってからじゃない、左は絶対蹴られるキックなんてできないもんから、そ 俺が教えてもらったのエッジする動作を好きだよねエッジする動作をビデオキックと一緒やから、こう腰を前にするっていう正常するような感じで膝から出すような、膝から出す、あれないで、膝から出すよね、こう蹴るあ、ほんと、ありがとう、バレリーナみたいな、いいやつ、重いんだこれ、しかもこれ、アンパーそうけど、すごい重いのこれ、これやって受けてるじゃん、終わってグローブするとすげえ軽い感じる、重たいってこれ自体、あグローブで全然重たいよ、あ、ほんまですね、あ、ほんと重たいですね、これパンチ受けてるお母さん、なんだこれ、いや、カカオトークで友達のやつの出してる、いや、欲しいわ、いい人だったらと思って見ました。待てあ、はいはい、これ、重たいね、これツインズって、確かタイの、そう、ね、すごいブランドの重た受ける方結構取れてるこれやつは多分軽いやつだ、これはそうですね、絶対でもこう曲がってるから、重たこととかは気持ちよく動いてパンパンってなるから、これミット持ってる人の中はそのみんなこういうふうに持ってる、ミット持ってる結構しんどいから、前のトレーナーだったらミット持ってる方がパンチがあるから、そうなんですか、ウェイターのプロの選手のトレーナーって同じ時期に一人しか見えない、衝撃でパンチがあるから絶対マジですかえぐっとぬるいな、マジでエアコンあるしなあれタイとか言ったらエアコンないんだ、ないんだ、この間ワドと練習したことない。4月8月だけ扇風機が出るね。今のさ、うん、ワドの枠でさ、うん、ボンちゃんが来たいってコメントしたら来ればって言って、うん、多分来るんじゃないか。今日、うん、明日も来たいですよ。場所教えた？場所教えた。オッケー。あのイモンさんって人もあれなんですよね。ボクシングの。セコンドダウン。ああ。なんでワドの枠で言ったのか分かんないけど、よくすごい行きたいんだけど、多分誰も枠開いてなかったからです、うん、我々はさ、もう大体こんなもんだろうなって思って緊張するんだろうね、緊張するんだろうね、ね、初めてだから、ドゲさんと俺ぐらいじゃないの、試合経験がある、うん、俺はでもその人前でやったことない、でも大会でしょ、30人とかさ、そんなもん300人で会場でビーズやってファンクラスのそんなさ、入場曲に乗せてなんてやったことないよね、めっちゃ気持ちいいっす、いやもう飛ぶと思うよ、その瞬間に緊張でガチガチになると思う、真っ白だった、ね、これ一発目からあれ動かないだってスポットライト300人以上見てて熱中何千人が見てたもうそうなった、でも今日みんなでそうしてましたけど、ツイキャスミラー回して5万人行くんじゃないのかって、みんな行かないけど、2万、ミラー回して5万人ぐらい行くんじゃないか、ミラーじゃん、ミラーはあの、すべて NG してる、あ、NG してるんですか、音声の NG、ツイキャスで2万行ったらいいね、2万行かないでも、ヨネスとかさ、これ
ピンでね、埋まってんだから行かないはずないんだよ、瞬間的にふわっちがカスカスになるんだよ、多分。いや、みんなかまどで見るよ。あー全然ミラースリアスだから、もうふわっちもニコラマもツイッターも上に全部完全ミラースリアスです。ツイッターなんか載ってましたか、今日。まあそれでも立てるやついるだろうね、実況とかさ、いろんな方終わった後はいいわ、終わった後俺録画残すから、それを放送で映しながら、うん、むしろね、その宣伝になるもんね、俺たちは嬉しい。それで見られなかった人に見てもらう。今日だってチケット何枚買えるんですかって僕に聞いても分からないのに、やっと初見で30万ぐらいじゃないか言っといたんですけど人の心理なんだね、ないって言われると欲しくなるんだ。最初から早い、買えたんだって。だってチケットでプレネで結構ないい値段ついてますもん、ね、だってあれ3万で欲しいって言うし、5000円のチケット僕が1000円高くて買ったんで、うん、あの PCP からPCP? あの、ベントさんが Twitter で書いてたんですよ。チケットキャンプか、あれを僕とココルちゃんに提供したんですよ。あ、それで結構高くて、ベントさんがどうですか、最後のがどうですか。5000円の席が6000円だった。6000円多分ね、それはやっぱりあそこの手数料で6000円お安くしてるんだところで、はい、まあでもや他のところだったら1万2000円とかあったの。そうそうそう、全然安く買えた方かなと思いますけど。うるさかった。便所さんどうせ枠でやる。いや、普通の便所か。ツイキャスツイキャスツイキャス俺のこと便所ツイキャス一番拡散力まあ、近代以来近代と思ったんで。近代もすぐせそう、バズンと試合前そうだ、あれママのあそこにマイクあるじゃん。そうお疲れ様です。おはようございます。おはようございます。すごい、こんなとこにあるんですね。うん、すいません、遅くなりました。俺も持ったのか。ピンピン。あ、ごめんなさい。ちょっと早く、みんなパンツ、パンツ履いて。まず大丈夫ですか。おはようございます。おはようございます。もっと足を向こうでは。はい、行きたいです。みんな行くんですか。サイドが届いてもらってみんな来ないですか。本当にあの寝技で今日はどういう流れなんですか。前回と一緒で、まあ、行くんですかみんなで行って、走って2分、はい、ミットも2分、はい、1人今2ラウンドずつぐらい、はい、今日時間たっぷりあるから。で続いたら最初俺じゃあやろうか。続いたら1分ぐらいに更新しようか最初。そうだね、続いたら1分半ぐらいですか。だからミットを立て込む持ってもらうから、そう言えば横で、それでもいいし、俺ミット持ってもいいし。じゃあキックミットあいつも出して。ああ、そうだね、うん、だから1人2ラウンドずつやれじゃん、キックパンチと。音楽何で検索するんだよ。ここ動画考えるんだよ。そういう点々じゃん。いや YouTube からです。基本的に YouTube リピート格闘リピート格闘リピートできるんだったら、はい、ファイターみたいな。ファイターあのほらターンとかターンとターンとか。それロッキー、ロッキーとかニット。ステゴン、はい、あーそっちか。ニット決めてます。え、あまちゃんのロッキーやる気なのか。あれあるの、全部あるの、はい、こう多分あるです、はい、あでも僕マイパイが入んないです。いや別に引っ越しが入って着替えてない着替えてないっていうか、なんか自分の彼女に抱いた嫁さんに抱いたのに他の女の子には彼女紳士ですね。誰が誰がです。え、誰か。他の女の子の一人かなと。一人の子一人。最後に出会った。ただの散歩で出る。放送配信までに。これでこれなんだ。これチャンネルただの散歩さんのチャンネルが出てるし。みんな今日11時半まで大丈夫時間の。最後。タクシー呼んだら。あ、これか。全然タクシー。これ押しねえかな。あのね、結構ガーンってなったあれだから、ガムテープを、ガムテープあるよ。ないですね。この前、ヒカルにこの前あげたんだよ。どっかで見たのか。あ、この前、見たんですよ。どうだ。この間見ましたよ。あ、これを、これですか。結構ガチガチにしないと、あ、これビッグ。本当揺れんだよ、ガーンって。あ、なるほど。ビッグタンパソコンしか見ないよ。広角レンズいらないでしょ。いるよ。
からいいブラウザーで、はい、ブラウザーで YouTube リピート、はい、ブラウザーで YouTube リピートを払って、えいっしゃいよっしゃいよっしゃいよっしゃい、角度ってないですよ、はいはい、要するに立ってる状態だったからトイレあります、こうなんだけどみんなほら、はい、足が上がらない、はい、これいいっすね、もうちょいしちょいしちょい、そこがやってて、そこがやってて、ある瞬間にグッて一回入れて、ちょっとぶちゃ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 、ちょっとやったなって、向かい、ここにいるわ、シュッ、どうやったシュッ、どうやったこれ、バランスでシュッシュッ、よし来たら、そうそうそう、パンチもそうで、あんまりこう向かいに行くと距離が狂うから、はい、本当のボクシングの人も動かさない、はい、肘が抜けちゃうから、はい、そう、足りないんですよ、ちょっとあったまぎったい、あ、すいません松泣き抜けるんだよ、お前、引いてんだよ、はい、逆にそうですね、動画見とっても逆に、押すんだよ、はい、はい、これ作ってくれたさっきの、うん、かっこいいね、あれはあのウラちゃんマンのアンチ動画を上げてました、あ、ウラちゃんマン軽すぎだ、はい、じゃあパターンの軽すぎだ、はい、ウラちゃんマンとか上げてるやつパターンさんの動画の編集だろ、だからヒーさんの動画の編集じゃないから、ちょっとパターンさんが作ってるオリジナルで、あ、素人さんボクシングだと思えば、うん、動かさなくてまあいいけど、はい、ファイターがいるけど距離は合ってるよ、はい、それでちょっと近づけてやらないと、はい、こう交差するから、はい、そんなのないじゃん、顎いってんの、はい、戻す、えいえい、押さない押さない、あの、なんていうの、いい、こうね、当たった瞬間に拳をちょっと下げる、カンって入れる、そう、倒すつもりでもっとガーンこっち、こっちにさ返して倒すつもりでガーンって捨てる、おー、そうそうそう、いいよ、おー、ワンツーの靴はこの辺、この辺打つね、ちょっとベンジョビットでやってみよう、よし、正確打つなど、これ丸いとこでやるけど、普通に入れるだけ、うん、
これ緩いから気をつけてね、こっちでやるかと思ったら、どうぞ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 、どうさっきのさ、ファイあのさっきの名前、タイトルなんだっけ、あのえ、ファイター、タダンさん、ちょ、URL コピーしてる、 URL じゃない、あ、タイトルなんですか、タイトル、BGM ファイターオリジナルっていう、これをひざ柔らかくね、膝柔らかく体と足首もなく膝柔らかく
力の入れです。こう、ちょっと膝から下を無地みたいに。あれ？ライブ終了。
大丈夫、そんな力いらない。なんで終了になってる、うん、あ、そう、俺が、うん、狙ってない、あ、着きました、今一緒に切れた、あの、気持ちない、あの、サッカーみたいに膝から先が筋肉で殺しちゃってる勢いを、はい、もっと膝から先を飛ばした方が、走らせた方が効くんだ、はい、そもそも強いんだなって言うじゃん、はい、そうだ、今みたいに、いい、スループか、いいよ、はい、ナイス、おー、もっと、もっと手をこぐ、テレフォン手をこぐにしよう、はい、飛ばせよ、膝から先を、そう、こぐ、そうで、逆の手はガード上げる、そう、ザサキもっと飛ばせ、左が、左で行きましょう、まっすぐ左でスイッチ持ってみたい、そうここはもうスイッチ持ってるから、スイッチは飛ばせ、スイッチできる、こっちの足からそうです、膝がちょっと立ってきたら、少し左、右手を動いてこっちのガードです、開いて鼻から吸って口から吐く、で心拍を下げるのが目的なんだから、歩きながら平常の心拍に戻すように、あとは打つ時に呼吸するのを胸開いて大きく開いて鼻から吸って1分で5分3分すぐ次来るよ、練習だからな、結構あった1分間って、
この間行ったとこは5分のスパーリングで15秒のインターバルだから、じゃあ行きまーすだから入ったのか、はい、行きまーす、えいっす、お願いします、ワンツーフルギャルで、いい、吐きながら、ね、止めないよ、えいっす、ゆっくりでもいいな、形確認しながら、えいっす、回ってることない、膝から先を飛ばしてごらん、膝から先やらない、蹴る方の手をコークしろ、変身、そう、コーク、そう、いいんだ、いいんだ、いいよ、二回しぐらいする、二回しぐらいする、どうしよう、時間かかるしようか、どれさんも俺打てるいいよ、やるまい、俺もそうだ、俺も機械やんなくて、いや俺も53歳俺も早くかバッ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 、最後の3つでうわっと口から息を吐く感じ、声出してもいいやもん、あっ声出すわ、はい、えいっ、その方が絶対疲れない、えいっ、やっきり力入れる、えいっ、そうだ、えいっ、そうだ、そう気合いだけ気合いで、うん、あと何秒、あと17秒、やっせじゃねえ、アメリカ、ラスト
いっすよ。ありがとうございます。すごい、すげえわ。いやいやいや、持ってる兵が、持ってる兵がきちんだから。じゃあ、祈ってて、祈ってるだろうから、寝なしから行こうかな。寝なしから。じゃあ、一通りみんな寝なしとかつけて、マドンも寝なしつけて。はい。これ全体に、いや、なんでね、ガモンが強い。あとはもうあれもね、スタミナつけて。うん、あ、でもおかげさまですごいフォームが良くなって。なんで良くなった？だからインファイト、インファイトをちょっとやりたいっていうか、うん、まあ、教えてやってるよ、インファイト。光はあとはね、スタミナ。だ、要はショートはさ、うん、こっちも打たれて、相手もね、打ってる。だから言ったんだよ、首鍛えなきゃダメだよって、うん、打たれるんだからって。でも、三点倒立できないって言うから、ブリッジやるって。対面シャドウっていうのは、いや、もっと対面やっぱ天野さんやんないと多分。
じゃないですよね、打たれ慣れてないからね。でもちょっと疲れて、スパイリングは外しで、だからまあ、触るぐらいね、ちょっとね。知らないなんでね。いいよ、もう。だいたい、このグローブ持ってるから。達彦、じゃあ、お手本はどうと。これぐらいの、うん、まずはスピードと正確さ重視で、思いっきり蹴ろうとか、殴ろうとか。蹴りは走らせるなら止めなくていい。でも、ドカンと蹴るんだったら、もう少し走らせる。ここで蹴ってさ、最後の最後蹴らせるの。こうで蹴ると絶対蹴らせるから。こうで膝で勝ってたらいいとね。まあ、もうしっかりこの辺狙って、ここ狙って、爪で蹴るな。しっかり。ここで蹴るんだ、はい。みんなここで蹴ると引っ掛けちゃう。はい、いいじゃない。ここで蹴る。なんで今日そのややこしいのが、ああ、ワドをつけてる。はい、あ、僕もダメにやった。あ、すいません、わかりました。エースも取ったから。だんだんスピード上げていく感じで、はい、私、顎を引いて、しっかりパリにするなり、ナックスするなり。3でもいい。3でお願いしてもいいですか？3ですか？ダメです。3分。うん、いいよ。あ、3分で。3分何だろう。じゃあ、いきます。自分の中で組み立てとか。お願いします。風くん、少し出したよ、はい。最初そんぐらい、最初そんぐらい。下がること考えるな。おー、いいじゃん。うん、ナイス。絶対まだ相手から目指すな、今みたいに。相手の方を向いてなきゃダメだ。相手が動かなくても、お前は動いてる。そう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 。ナイス。もう試したいこと全部試せ。コンビネーションでも運動でも何でもいいよ。2分。おー、ナイス。いいじゃない、下がってる人。はい。追い込んだら追い込んだら、ロープ出ましたら、そのまま引けるよ。打ってんのに下がるってことはないんだぞ。詰めていかないです。当たってんのに下がるなんてことないんだから。後ろに下がるのはサイドに。打ちながらサイドに、今みたいに打ちながらサイドに出ていく。相手がロープではここを出せよってのは自分下がらなくて。おー、いいね。おー、受けたじゃないか。いつ信じてきてるのか。おー、かわしたら。かわした。成長しとる。怖がるな、怖がるな。顎を引いて、顎を引いて。残り1分。ガード、ガード、カメガード、カメガード、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 そうじゃないだろ。ガード、ガード教えたろ。ガード教えたよな。ガード教えたよな。ガード教えた。顎を引いとけ。引かず、引かず。16コース倒れはしないから、顎を引いとけば。下打たれてます、ガードを下げて。何秒？40秒です。3秒だよ、3秒。いつもは3秒だよ。オッケー。回せ回せ。それも作戦だろ、クミンチも。いいよ。もう打ち手がなくなったら組みつけ。プレイス。もうちょい見て。あ、いいよ。ラスト10秒。10秒です。ドエム来た、ドエム。そうそうそう、いや、今の体の貸し方で。はい、じゃあ。ちょ、ベンジさん、ブロックをしてないかな。まず、ここで、おそらくディフェンスの人は、ちょっと、大きい整えながら、まず、攻撃が良かった。攻撃じゃないよ。攻撃は、攻撃が良かった。まず、ボディ打たれた。
た時にガードこうやって下げちゃって両手で両手で下げちゃうともったいないから片手だけで下げても下げても片手だけ片手残しとかな次が来る打って、うん、引かないからこれじゃあボディ片手で片手だけ緑は緑は緑、緑、緑こうやってやったら次に変わらないよね。緑来たら、時間ちょっと止めて。肘と膝くっつける。ガードしたまま、ガードしたまま肘と膝くっつける。やって。当たんないで。私も今日連投大丈夫か。体調悪かったって言ってくれた。俺をこうしてたら、ここでくっつけ。もうそんな、ガンガンいかん。ローキックになったじゃん。それを上げて、この肘と膝をつけて、そしたら腹に入んねえだろ。ボボ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 ボそれでもいいし、片手で払うな前蹴りも、そう片手全部片手で手出したけど蹴りは手を重さるし全部足で、インローブインローブ足で勝ってただから、カット、ミドルカットの前に勝ってるかはいよ、この形ここなの、この人って先にいいよ、こうしてだから、ガードを両方とも下げるってことはありえないってね、はい、今見てるともうこうなっちゃうで、上半身こう後ろになっちゃうそしたらもうずっとこうやられちゃう頼むぜやばいっす、ありがとうございますはい、じゃあ、まず終わりでじゃあ、光とさっき一回休む、どうするあ、出るぞ今のはちょっともう本当スパーリングになっちゃってるから最初は目合わせですよ、ね、徐々に、はい、3分でいいですか何分がいい2分か3分か3分で、はい、3分で、はい、じゃあ行きまーすみんなローパッター巻いたらローを軽く出しちゃってあの反応できるように光は相手のカウンターを待たないでいつも自分から行きな、はい、相手のペースになっちゃうと最初リードブローもらうといいよ蹴りもそのままスッと出していいよそれでお前疲れてるんだ無駄なことしてるから光のリズムね呼吸よ呼吸パンチ出すと蹴り出すと思ったせっかく新しいマウスですしかも大して避けられてねえし動いてるよりねえだから反応しないとローカット、はい、3発もらったらもう結構しんどいぞ反応できなくても反応するそう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 来るぞってなったらちょっと上げる、うん、そう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 今の点だきちんと勝ってて顎上がってるぞ光顎上がってるさちょっと上げたんだ止めて止めて光るな熱くなってくると、顎上がってくる癖あるから、はい、冷静にね、頭の中は冷静だよ待って、グローブ、もう大丈夫大丈夫じゃあ、1分54秒再開しますもうちょっと沈めるけど、突っ立っちゃってるから前足の膝を特にやると、はい、いい、もう蹴りはそのままポンと出せ、止めないでコンビネーションがかかるコンビネーションそうあの人ワンツースリーぐらいまでそうワンツースリーか蹴りぐらいまでマジで相手を追っかけるときは足で追っかけるよ手で追っかけるときってカウンターが出るからね上半身を追っかけると相手が蹴った直後チャンスだよ、はい、強いよっても熱くならない熱くならないそこで冷静に判断してる、はい、誘ってきてるから熱くならない冷静です相手のカウンターな相手の利き腕だけ注意しとくよ、うん、相手カウンター待ってんだからもうヘイト入れてきたヘイト入れてきたラストヘイトで分かりやすいヘイトだぞ分かりやすいヘイトあいいミドルそういうの無駄にすんだよ相手がガードしてくれてんだから、はい、膝のね膝を入れるちょっとシミュレーションもあ組まないで打てるさっきの距離だったはいラストラスト今の距離の詰め方いいすごい
顎を引いとけよ、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 絶対蹴って返せ、絶対蹴って返せ、絶対蹴って返せ、蹴られて終わるだ、はい、そう、蹴り返せ、そう、蹴り返せ、そう、蹴り返せ、リズム変えろ、パンチで変えたり、
クイズも少しやろう。ラッサイさん、あ、ジャンプいいな。このモーションでしょ。そう、それを見て、そう、それを見て、そうやって見て、ガードかけない。腹一発蹴られたら大丈夫。一発撃たれたら二発返す。撃たれたら二発返す。ガード両手下げない。両手下げない。あー、来た。反応な、これ全員で一回ももらってるから、はい、私も蹴ってやらないだけ、あの間に合わなかったら力入れて前出すだけでもいいんだ。ちょっと出すだけでも違う。はい、では再開します。これでワンダウンなんだぞ。ちょ、これでもうスタンディングダウン取られちゃう。取られちゃう。アゴ引いとけ、アゴ引いとけ。呼吸、声出していいんだよ。声出して、打つとき声出して。そう、逃げ方、逃げ方よ。逃げるから追っかけ上げるんだ。打たないしたら、打たれても前に出る。手出せば、手出せばいい、うん、前に出る。後ろに、後ろに行け。後ろに行かないで。頭振って、頭振って、前に出る、前に。あと頭振って、頭振って、クリッチでもいい、クリッチでもいい。振って振って、振って振って、えいえい、イメージな。そう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 。じゃあ、チャンスだったんだよ。ママさんの光、何日ですか。光がね、でもね、でも顎がね、ちょっと相手のあれ、窓だからいいけど、カウンターいいのかなって言うと、さっき気づいたこと言うんだって。あの、自分が攻めてたのに、パーンって言われる。顎を引いて、顎を引いて、目をこう見る。打って、ね、打った時に、この肩で自分の顎を守るのよ。反対もそう。フックもそう。フックもそう。そう。蹴りもそう。こっちで蹴ったらこっち来いなら嫌だよ、この肩を死んでるよ。そうこれか。顎が開くんだったらその分肩で守んないよ。はい、じゃあ逆に顎をもうここに突ってみる。はい、行きまーす。次のです。おい、やばい。何ですか、何ですか。はい、顎を引くことをイメージして、はい、そうそう、顎を守る、打った時顎を守る、そう、もう嫌だっていうぐらい言われるんだけど、打った時、顎がある。前のボクシングの時でしたね、打った時相手を追っかける時に、はい、パンチで追っかけるから顔が前に行っちゃう。足でちゃんと踏み込んで追っかけない。はい、すぐ蹴る。
こうだったら変わってそうそう、それ早く、はい、5番はい、もっと5番そう、もっと早く、はい、これぐらいタイミングとしてはバーンって言うな、それでも同時ぐらい、はい、あ、もっと早く、はい、遅いゆっくり対応できた、はい、もうゆっくり対応できたじゃない、はい、こっちに意識さ、こっちに動いて、はい、バーンって蹴ってもらうから、はい、うん、ここに触んないと、ここに意識を持ってないとバーンってなる、そうそうそう、今の、はい、これが、ここに当たるのはイメージが違うんだけど、何かに捕まってさ、何かに捕まってこっちを蹴る、何かに捕まってこっちを蹴る、そうそう、当たったところを支点、支点作用点って分かるでしょ、はい、支点にして、これに体重と乗せないとこっちを蹴る、そう、こう、ここにこう力を残したまま相手をこっちに移動させる、はい、こっち移動させて蹴ったわけじゃん、はい、このイメージだよ、はい、頭ブラブラしてないか、大丈夫、頭ブラブラしてない、あとはね、追っかけるときに、はい、手で追っかけるから、だからどんどん顎が出てきちゃう、はい、だからちゃんと足ステップで、はい、ステップしながら追っかけないと、はい、後ろに下がってくるね、はい、後ろに下がって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 足で追っかけてくる、はい、左の場合は先に手で追っかけて後から足がずる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 ボクシング、はい、ステップで、はい、よ下がってくるステップでそう、はい、うん、顎開いてる、はい、顔は下向いて、はい、目は開いてる向いて、はい、こうちょっと睨みつける感じになるけど、はい、だから下の白目が 見えてる、はい、下の白目見えてるでしょ、はい、見えてます、それが正しいよ、はい、真正面向いたら幅開けるんだよ、はい、見やすいけど、だから顔はちょっと下向けて、はい、顎をくっつけて眼球だけ上を向く、はい、三拍が下の白目の下が見えるぐらいで、はい、これでブーって、はい、そしたら、はい、こう顎が当たってるから、このダダダダダ顎に当たってもほんとに効かないで、はい、これこうなってるとそうだ、支援者さんもね、そのイメージとして70キロぐらいの選手のイメージで、はい、走らせるだけでいいから、タイムで、はい、あのステップでポジション変えながら、はい、これベンちゃんが出したりスピードで向こうに返す、ベンノスさんは3分ですか2分ですか、俺は3分だよ、3分で、はい、俺はもういいよ、つくちゃんだもんだって3分で、俺はもうやだよ、いいっす、はい、行きます、お願いします、それでちょっと多めの足使ってやってもらう、3分くらいだったら多分そう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 、いいっす、まあ、ポンポンと走らせるんだけど、いいっす、決められたら感じがすぐ回って逃げて、ベンチャーも追い込む練習を、そう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 、ナイスナイスナイス、ナイス、いやもう相手が分かってる、そう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 、はい。
汚い。肉の汚れだから。コーナー追い込んで、一応変わる。倒して倒して。倒して倒してもう。なんで3分したの？頑張らないです。3分長いよ。30秒。あ、確かに出てて、全然だって、まだ10秒ない。足使え、お前が足使え。相手のペース巻き込まれるな。そう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 。お前の練習でもあんだぞ。10秒。さっきやったフックからの、まあ、コメント。そうそうそう。いいよ、ワゴ、それでもいいよ。下向くな、下向くな。カメになれ、カメになれ。それでもダメな、立ちつけ。怖いな、みんな一緒だよ。俺も怖い、ベンジョも怖い、みんな怖いんだよ。怖いの我慢して前行かなきゃ。光になられんと来月花火が減るのどっちが怖いんだ。そうそうそうだそうだそうだそうそうそう。うわレイク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 。よし頑張れる。ちょっとだけ止めました。まだまだ、うん、途中アイスで冷やすなんてないから。これも練習で我慢してて、お前ロードテーピングしたいね。ロード終われんのか、ロード終わるのか、お前再開します。1分半です。じゃあもうちょっとロー禁止。はい、そのミドルに切り替えよう。はい、膝さっき言ったか、あの膝でもいいぞ、顎を下げる。そうそういう風に喧嘩だ、喧嘩。もう膝でいい、頭下げてんだよ、膝で。そう膝がこういう上の時にさっきの顎を引く練習して、うん、余裕がなくなると大丈夫。今のうちやっとかないといいですか。ラスト1分。まず下向いちゃダメだ。あ、でも嫌だ。怖くてもいいから右の足首に怖くない。前向け下向くな、下を向くな、膝がつるから。組んで。こっから下向くまで。壁にまでいいよ。
バラいいよ、飛び膝いいよ。そう、いいよ、下がんない、下がんない、いいよ。いいよ、下がんないの、いい姿勢だ、いい姿勢、そう。そう、打たれても前で。前すげえな。なりげんすげえな。打たれても前で、後ろ回すのか。まずは、これでいい。こう
うなんだけど、かまして当てる。こうで、かまして、こうで、こうで、え、なんで笑ってんだよ。そう、こう打つんじゃない。ちょっと蹴ってるもん、膝を。あれ、こう打つんじゃないよ。こう持ってやるよ。で、潰してもらって、さあ、向き。そうだね。ガードの中でも効いてくるんだ。で、もう防戦こうなったらそこで入れたり、詰めたりして。なるほど。ちょっと、あれ、
ちょっと顔気をつけるね、歯いっちゃうと。はい、これ上げっぱなし大丈夫だ。大丈夫だね。はい、上げっぱなし大丈夫だ。全然何も悪いな。はい、じゃあ行きます。はい、失礼します。リズムリズム、はい、リズムのことだね。そうすると、疲れたんだよ。打ち取ったあとな、しっかり。こういうゆっくりな時ほど丁寧に。腹ボールくっつけるくらいでいいですか。お前みたいな反応いいやつ引っかかっちゃうんだよ、動く。10秒。
次何のテーマですか？攻撃、ディフェンス。いいんだよ、はい、スタミナ貯めておいて、全部ガードして、はい、行きたい時に行くっていう作戦でいいんだけど、はい、あんなにこう、仮面になってやられちゃうよ、はい、だから足使って逃げながらとかね、はい、なんか考えてやるの、はい、頼まれました。それちょっとスピード、まあ、もう入れなくていいからスピードな。はい、あ、ひもひも、まあ、ローはちょっと、もう今日はやめとこう、あ、ダメージ残っちゃう、大丈夫、こっちも中に食べてるんですか？あ、はい、いや、全然、すみません、なんで長袖なんですか？いや、ほんと入れ墨がすごい入ってる、いや、入ってないんです、じゃあいいですか、行きますよ、2分です、お願いします、今何時だ？まだ今日時間が10時半取ったね。わざわざ気をつけないと、あんまり近い病院近いとガチで来るぞ。サンドバッグだと思うんです。いろいろ試してみよう。わかんない、行ってみよう。30秒、次いける？はい、
組んでるときは相手がこう組んでるときは相手はパンチ出してこないのよ。ガード上げてる必要ないんだ。そうか、右手ね、左手ここ刺したら、はい、右手ボディ入れていいんだよ。こうやって隙間が開けばね、はい、で左の肘当てて、はい、最後押し出すの。なるほど。組まれてる状態一番怖い。組んでる方も隙だらけだ。はい、こう組まれてると頭コントロールされて、膝いくよ、はい、いくよ、はい、膝延々行く、もう膝、はい、膝が延々行く。でも膝は来るけど、この立ち人はそのドレさんのボディを殴れるわけだよね、隙間で、はい、バン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 と、うん、だ組まれても無理にこう突っ張ねようとすると膝に食らうから、はい、組んできて、はい、膝が一生懸命両手で押そうとする、はい、で膝ばっかり食らう、はい、だからここ殴ってるんだ、嫌だから、ね、はい、あとはこう、はい、こう上の差し返す、これをこうやって当てる、力入れて、はい、取り返す、嫌だからね、はい、取り返すんだけど、はい、何が知りたい、あ、もう押してたって、左手教えてもらってですね、あ、押す、はい、こう組まれるじゃん、はい、力を引き出るとそうそうそう、ねじ込んで、はい、そのままを押す、まあ、押した、公開の時計こっち側に入れるんですよ、はい、ここに入れる、はい、ここに入れる、あった、うわ、うわ、冷てる、うん、肘をね、なんで、はい、流せる、ここ固定して、ここ固定して、この肘をこう、こう上げる感じだ、ここに手入れて、はい、こうプロレスみたいにこう当てる、あれなんだろう、本当の肘って、はい、パンチ出した先でこう当てる、はい、肩でこう当てるんだ、バスと行って、ここに当てる、はい、それをもう固定してる状態で、はい、相手の体格の肩に手を置いた状態で、はい、こう当ててくる、こう当ててくる、はい、相手はそれ嫌だから顔を上げてくから、はい、こうやって行って、こうやって行って、はい、それはこう突き出す、あとはこう首相撲をされた時に首相撲をされた時にね、あえて、あえて、うん、そうそう、入れたら、うん、自分から下に、瞬間で抜けば、ね、では危ないよ、危ない、膝が怖いから、膝が怖いから手を最中タチ君ってインファイト、僕はノーガードみたいな、はい、インファイト、インファイトですよ、はい、なんかやりづらいです近くで、うん、ヒカルもでもインファイトしたいんだよ、どちらかというと、でもヒカルの場合は息に入って打って離れる、そっちの方がいい、離れるっていうかね、お前あれができるから打つじゃん、はい、すぐサイド、で追っかけてくる、また打ちながらサイド、またサイド、はい、これいいよ、あれうまいし、それがそれが出るまでは、スパーリング出てるからどっちの方が、そしたら相手は常に追っかけないでしょ、こうワンテンポ遅れるから、はい、自分は打つ、すぐサイド、はい、すぐサイド、もう極端だけど、ここだったらもう蹴り放題になるね、放題、そっから相手は嫌だろ、そんな抜いてくる人はまたずれて、打って、打って、打って、またすっごいずれて、常にいない、はい、これできたらもう100点だ、はい、もらう心配ないの、はい、こっちの奥手から遠くいれば、これが来ないで一番、はい、このストレートは、はい、まあ、こっち行くときもこっちに逃げちゃえばいいよ、はい、だけど、やっぱり追ってきて怖いからこっちは、はい、こっち、こっちに逃げればさ、もうこの手は遠い、でも俺は近いんだよ、逆に、うん、このポジションが最高なんだ、相手は何もできない、俺は膝の上でやる、前回俺のカウンターを打ったのがさ、俺が逆に相手の左に回ったんだよ、はい、左に回ってフックを打った次の右に合わせたから、はい、それを自分でやる、自分で動くよ、はい、強制のさっき言ったけど、回ったところにフックをやる、これだけなんだけど、ちょっと休憩から技術をやる、はい、知りたいことを、そうですね、サイドスパリング、インファイトはもう打たれてよくないけど、ブロックつけて、あの、はい、ソープレーやって、はい、アメリカに俺のさ、ブロック持っていく、ああ、はい、だこの間ワードにも出たけど、インファイトやるんだったら首のトレーニングみたいなのさ、ブリッジとか、3点ポリスとか、だからインファイトってことは、相手も打てるんだろうな、あ、リスクが危ない、ね、インファイトは、あの殴られて、なんぼだ、はい、トロトロやってたら撃たれるんだから、いや、僕はセブンと殴り合いたいっすね、しばき合いやりたい僕はセブン君と何とかだって殴り合いたいんですよ、だからセブンもそうだけど、アゴにいっときゃ16なんですよ、もらって大したことないよ、はい、アゴさえ引いときゃ、はい、アゴあれじゃない、だから逆に言うと相手のアゴを上げさせちゃうの、はい、アッパーとかで煽ってフックでもいいけど、空いたところをカ
3点通りじゃできるよ。3点通りついきます。じゃあ指定対決。まだ足で大丈夫。あるし、まあ、だって指定決めないしだ。指定だったんですか。指定関係になったんですか。そうなんです。この間一緒に練習したんです。おいで、グローブしたい。かわいい顔してる。ベンドさんは弟子を取らないんだ。ベンドさんの弟子になりたいと言った配信者がどこどこ消えていくんですよ。かわいそうだ、弟子はちゃうんです。最近ワロめっちゃモテんだよ、リスナーから。モテんの？すごいんだよ、もう年上女性でしょ。だって年上好きなんですか。大丈夫。タイムキーパー。誰だっけ。いいところ見せないとね。もんちゃんは俺のセコンド、セコンド。プロボクサーのもんちゃん。あの最初に戻って、ベンゲゆっくりやってくれたら、こう、頭に乗ってて、顎引きながら。全部見えるから、止まってない。そうそうそう。で、避けたところに最初にやったみたいに、パリングしたら同時に出す。はい、蹴り出すやろな。蹴り出すやろ。はい、タイムキーパーがいない。はい、タイムキーパー。ここにタイムある。ごめんなさい、ごめんなさい。2分ですね。いきます。よーい、バックス。そう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 、ワード、それでいい、それでいい、それでいい。そういうリズムで動いとけば、相手は的絞らなきゃいけないから。じっとしてるから当たるんだ。怖がんないで、そう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 。あご引いとけ。そうそうそう、いいじゃないか。それでいいや、それでいいや。バッチリ気をつけたら、切れるから。それからこれ頭からするから気をつけてよ。もう大丈夫よ。まだあんま頭下げんない。切っちゃうから、あいつの顔を。ワン、ツー、ボディで。ワン、ツー、ボディ。はい、そうそうそう。打たせてくれてんだから、どんどん練習しろ。ワン、ツー、ボディ。ワン、ツー、ボディ。ワン、ツー、ボディ。ハンデ。単発止まらない、単発止まらない。ワン、ツーから、ワン、ツー、ボディ。そう。そう。すぐ戻せ。打ったらすぐ戻せ。その練習させてくれてんだから。ワンツーボディ。おい、怖くなってきてる。Yeah.
らっしゃい。いいよいいよ。いいよ。そうです。いいよ。待って待って。お、すごいな。もうだってゾエさんが今ね追い込まれてる。なんだ。離れてください。おい、おい、どれ。ダメよ。どれ。どんぐらい触ったぞ。どれ。おい。クルッチしろ。おい、ちょっと、おい、あれ炎上するぞ。おい。一杯。ついにどれも深夜食堂女性配信者のおっぱいを触るって。判定ファイルにかかれるぞ。コンプライアンス。もう出てくる。本当は怖い。本当は。お疲れー。ほんとはどうやったらいいんですよ。ごめんなさい。お前一発やってきたのか。確かにやってたやつ。お前AV 女優と一発やってからやってへんから東京ってやっぱ最近社長みたいな社長でやってる。30秒。やめなすごいわ。いやでもね、うまいよ。いいのの指導を取るもんね。ドレさんが周りを回るんだよ。本当は違うんだ。本当はドレさんがリングの指導を取ってゴンちゃんが周りを回るはずなんだけど、あのリングを今支配してるんだね。ゴンちゃんが支配してるんだから。ドレさんが周りを回ってるの。逃げながら逃げながら中央に。どっちかって言ったらゴンちゃんが中央。ドレさんやめてください、やめてください、やめてください。おい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 コンプライアンス、おいコンプライアンス限定だ限定。イエローカード出るぞ、イエローカード。うまい。ギャラ減らすぞ、いつてこのギャラ。うまいな。おい、本当はやっぱうまいわ。あ、ドレさんに関しては警察沙汰はないから、6月10日までにその女関係の悪い噂が去ったらちょっとギャラが減らす。なんか握ってんとか言ってませんでした。いや、みんな握ってんだよ。みんな握ってんだよ。あと1時間まで。おい、今ちょっと早くアップしてよ。やろうよ。大丈夫です。まあ今日最後ですからね。あと体休めるもん、体休みからの。体休ってはどうか。明日は去ってくる。やれるなら。あ、俺準備いきます。僕はラスト挨拶して終わりです。お願いします。よろしくお願いします。無理しない方がいいですよ、もう本番。
ょ。
じゃあ次、辰彦と、ペルがな、一覧のキス。はい。ペル、おいで。グローブ。うん、まあ、この辺も使う。直すでもいいよ。すいません、仕事無駄で。させん。誰と？ごめん。それから最初はこう、体を温める。蹴り出したかった時もいいし、ボクシングで。じゃあ、3分いきます。もう最初は当てないで、体を温める。シャドーボクシングです。はい、その後、次、2、3って、光ると、ポンちゃん見てるんですけど。できる？行こう。やっといた方がいい。じゃあ、行きます。相変わらずあの、ウリタロだよね、昔の。ちょっとこう、体が温めます。こういってそうです。そう。もういいよ。頭向け。頭向け。呼吸、呼吸。Yeah.
スピード体をね、ストレートが長いんだ。すごい長い。なんか一見さ、ヘッドしてるけど、すごいね、バネ。いや、十何名の選手みたいなね。僕さ、黒人的で。やってないのにさ、ヘッドスリップ前に。もうちょっと早くして。もう変えて早くしよう、ヘッドスリップ。レンタル、1、2、3ぐらい。お前が打たれてどうするんだよ。打たせなくていいんだよ。来たね。まだ光るやもんな。10秒あと1分あと1分あるよ。1分。だ最初のラウンドで足潰すんだよ。ローキックだよ。さあ動けなくなるから、手を倒さないと終わんないぞお前。それだと判定負けになっちゃうぞ。倒すつもり打て、顎を。そう。おいおいめちゃくちゃいいっすね。これ怖い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 。このタイミングさね、これは怖いわ。30秒カウンターをこうやって力抜けダメ。打つときは打つ。さっきの右ストライドすごい良かった。打つときは打つよ。顎狙いだって。顎マウスピースしない練習じゃないよね。顎先は狙い。歯を割れるから顎先じゃん。10秒ちょっと緊張しない。目がいいかな。目がいい。おい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 もう切るのも大丈夫だ。前のより呼吸はとしない。それで2人ともなんだけど、2人は特に、はい、パンチが鋭いんだから、はい、しっかりしっかりもらわない。軽いからすぐなるから、しっかりパリングするのにきちんとね、スイッチングするのにして、細かいことをもうお前やれるんだから、適当にやったらダメだ。全然足動かないなって。ヘルは当たるんだったらもう顎先狙って倒すのに。もう2発目ぐらいから全然足動かない。カルワーがちょっとマウスピースがないから、ちょっとな、顔はな、ね、ちょっとして怖めっちゃ死んだよ。ほんまに長いのやつに僕はやばいな。これのクッションやっとけば。はい、インターバル終わりです。足力やばい。じゃあ3分いきます。足力使うんだぜ。こいつ強めにやって。じゃあ3分いきます。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。この前な、追い込まれた時に下がって顎を上げて打たれるからな、回るんだよ、突き飛ばして回るんだよ。力も詰めて膝の練習な、捕まえられたら。膝くんのお前しっかり回すんだよ。中途半端にこうあった時から回して膝持ってくる。焼きます。レイおい、ナイス。お互いね、最初は自分からって、もうそうなったと、しっかり手で回っちゃうから。下から、下から、下から、絶対下から。いいよ。あ、でもいいよ。しかし、その距離はないぞ。掴むから、さっきもう回るから、回る、回る、回る。先生。手で遠慮すんな。いけいけいけ、倒すつもりで。おい、こっち。2分14秒から再開です。うわ、長いなこれ。だけどこう感じだ。引かれるとこんだけ体重差あっても俺のやつはすごい。ストレートがいいんだよな。ストレートがいい。2人は勝つよ。ブレイクブレイクブレイク。金庫金庫金庫ローブロー、ローブロー、イエローカード。これ変だよ。少しコンビネーションで相手がバタバタ来てもお前は冷静に。光が相手に合わせて熱くなっちゃうともうバタバタになっちゃう。自分も疲れちゃうから。1分45秒から。相手が来ても光は自分のペース。はい、硬い、下半身が硬い、ちょっと踏んで踏んで。
ムリズム誰が相手でもリズム。おいおい今のいいね。1分30秒またちょっと硬い。ちょっと硬い。もう基礎は知ってんだよ。綺麗な感じで歌ってんだ。
泣いたって笑ったってその10分しかないんだよ、はい、お前の未来かかってんだから。ちょっと休憩して、誰かやるの、てるちゃん。いやなんか実績を持った期待しそうだった。アメリカ人ここはアメリカ人でしたね。アメリカ人あれ、メガネない、本気カンプラスが本気だ。本気の動きだ。またやんだこれ。毎週家族が今だ。ゆっくり呼吸しながらラッシュしてください。顔いっていいよ、顔いって最後。
おい顔いけ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 10秒顎守るよ顎守るよ顎守る顎守る顎守るナイスナイスそこで熱くなんないよそこで熱くなんないじゃあもう一度なんだけどせっかくだからドレさんも熱くなんないドレさん面白くなったら終わるやっと聞いてさせっかく今追いかけてるからやった方がいいせっかく光が冷静だったのにドレさんが熱くなるドレさんが熱くなるちょっと熱くなるね今掴みたことあるよ最後見てもよかったいや、わかるよ。もう一回見たいってもわかるから。これ誰がやるんですか、立つこと。あ、出るか。出る。サボクスってやるよ。最後、最後。顔好きだよ、顔好きだよ。最後は。手がやってるよ。手がやってるよ。マウスピースつけてないから。はい、分かった。いや、素人が一生懸命3ヶ月、4ヶ月からは顔を見ていた。いやいや、素人は大丈夫。倒れたりしないから。顎がやばいっす。何気にガードしてるっすね、はい、でもちょっと対面から捨て当てちゃうんじゃないですか聞くことも経験しとかないとでもだいぶ大丈夫バンデージバンデージは大丈夫ローの方が危ない、はい、金杯じゃねえからね金杯に見えるけど遠目で見ると金杯みたいな体験してるけど楽天の三木谷さんって呼ばれてる。やめろ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 。燃えないや、ほんまにおいナイスキックフック、フックアッパー左フック、あ、ごめん左フックスローそうなるべく早くこういう時どうしたらいいのこういう時どうしたらいいのあ、いいよ、離せろどんどん突き放すとか、膝を入れるとかあ組まれるだろ組まれるだろ内側から手を入れてこっちの手でもいいよ、入れて背中で押すから、でそこに反転押しれか、もうこれできるだったら顔気をつけるのに抜いちゃう自分から下に抜いちゃうほら、下に抜くのが怖いな両方やってもらう組みやん再開します、1分3分やってもらっても組まれて組まれて、いいで対角線に入れて押してこう肘で肘打っていいんだ肘でガンとやって押して手で押してろこう持って持ってガンとやってそうそうそう違う違う違うそっからじゃなくて組まれて下から入れる自分でそうもう一個はくぐってみて首押さえてうん首押さえられてさ首押さえられたら抜けるくぐってみてそうじゃあ1分31秒から再開しますちょっと多め、首ずるはい1分31秒です、再開しますじゃあ、座席は待たないで打てるそうそう、それでいいそれでいい組まれなくていいんだから要は組まれてから反応で遅いそう、それでいい、それでいいおぉまあね、便所ねバッティングが相当あるわ、これあ、みんな下半分から、うん、バッティングこれ切れるわ、誰か。まあもう切れて出血できなかったらもうそこでもう引きようだ。切れた側がでしょ。そうでしょ。一分。みんな下にいちゃうんだよね。いいよいいキックいいキックいいの。おっ。フックスライドフックスライドで。それちょっとぶつけ。ぶつけぶつけ。一瞬で見れるとは。フックスライド。
30秒組んで、組んで、相手が上に離れてるでしょ、離れ際にこっち、
聞いてないぞ、光る。全部ブロック席してるぞ。
怖がるな怖がるな、全部ブロックできてる。はい、ナイスボディ。30秒。いや、アッパー当たってるよ、コツ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 。いや、コツコツ当ててるぞ、コツコツ、うん、相手のガードの隙間を縫って、あとカウンターね、相手が打ってきたら打ち返す。返しの左まで、その間顔当てるな。なんで相手手でやるから顔まで。10秒。よし、ラストラスト10秒。ボディだけで、ボディから顔だ、返し。ガード上げろ、ガード上げろ、アコ見て。はい、じゃあ2人いいのか、これで終わりで。いや、もうやばいっすって言ってしまう。肉バレでからさらに肉バレにしてるの、腫れてますか。まあ、よく変われば抜けたら大丈夫。1週間ぐらいやるってないんで。セルチャンピオンの聞いちゃった。いや、みんなの聞いた。めっちゃやりましたもんね。傘回しといた方がいいよ、みんな。じゃあ、ストレッチしながら終わりの方に入ろうかな、みんなの方に。もう疲れ残されて、毎日ストレッチしたらダメだよ、みんな。そうだ、風邪行こう、風邪行こう。はい。あっ、あっ、もう一度、横で。はい。これ脇伸ばして。はい。伸びてる？はい。ピンファイルいけるっすよ。あれ食べてないから。甘いっすよ。あ、もう体伸ばして。あ、やめた。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 一応な。一応な。ありがとう。あと、みんなでしょ、当日まで練習しないでしょ。ギリギリはやるけど、ギリギリはジムかよ。あと、明日は埼玉でやるから、もし来る人がいたらね。あんた、そうなんだ。もんちゃんしか来なかったら、もんちゃんの寝技の練習しよう。べったり、べったりしてる。え、私しかいないってことある。これは、いや、他の生徒もいっぱいいるよな。そうなんですか。サークルだから。3、4、5、6、5、6、7、8、9、10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 、
じゃあ、あのずっとあのスパーリングしていただいて、このジムを借りてくれた辰彦さん、一番うまいね、技術的な、うん、技術的にリザーバーの辰彦さん、お願いします。ちょっと待ってください、カメラ下げるんで。なんか何言ったらいいですかね、言いたいことを。まずふわっちゃん配信してるんですよね。選手は捨て頃に対してと対戦相手に対してを答えればいいんじゃない。今回の捨て頃はすごい、多分配信会でも歴史残り1ページだと思うんで、選手はあの選手はね、あの一生懸命練習してるんで、叩いてる人とかいてますけども、やっぱりリング上がるってことがすごいと思うんで、頑張ってほしいです。ありがとうございます。リング提供ありがとうございました。アメリカ人ずっとありがとう裏方で、あのタイムキーパーやってくれて、本当目立てないのにありがとうね。なんか捨て頃どう、歴史に残る1ページだと思うんで、そうタイムキーパーだな、リングにやっぱ上がるってやっぱすごいと思うんで、皆さん頑張ってください。アメリカと今炎上してる、炎上してる、アブチバクロを気づけ。スワッチでカタカナでアメリカで人で人って書いてアメリカ人、ぜひ皆さんフォローしてください、お願いします。テルチャンピン、うん、お願いします。まず、ステゴロっていう素晴らしいイベントに出させてくれて、あのベンドさんありがとうございました。これからもあの、まあ、頑張って配信していただきたいと思うので、頑張って勝ちますもんね、よろしくお願いします。おお頑張れよお前だよ、お前だよ。軽くお願いします。はい、もう、6月10日に向けて、みんな頑張っております。6月10日は、まあ、会場も、配信でも、まあ、みんなね、あの、まあ、ベンジョさん主催なんで、ベンジョさん率いる、みんな、出場者、盛り上げてくるもんで、あのよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕にずっとあの基礎から全部教えてくれたドラさん、お願いします。まあ、今日ね最後の練習なんですけど、まあ、最後までみんな集中して、ここで4回ぐらいやったのかな、4回です。それぞれあの進歩が見られたし、これでねきっといい試合をやってくれると思うんで、あの本当にこのイベントね全員で盛り上げていきましょう。俺たちできることは相手倒すことだけだから、もう余計なこと考えないで、ただ倒せばいい。俺も今まではね、全然本気出してこない。今日ちょっとね、ちょっと見せたけど、本番では思いっきりいくから。おぉ、頑張りましょう。今回着替えちゃったよ。いい。じゃあ、主催のプロデューサーの、お願いします。どうも、今回はね、イベント主催させてもらうエルドルです。まあ、みんな、6月10日まで4ヶ月ぐらい、ね、炎上させたりとか、警察だとさせたりとか、ね、でもやっぱり逮捕されたりとかね、入院したりとかなかったんでね、まあ、なんとか我慢してくれたなと思います、ね、散々胃が痛い思いしたけどもね、当日こう全力を出してくれれば、まあ絶対イベント盛り上がると思うんで、イベント盛り上がればまた半年後とか1年後にね第2回やりたいなと思ってますし、あの第2回はね、うん、まあ、リスナー対配信者とか、ね、配信者 VS YouTuber とか、ちょっと配信者だけじゃなくて外部の人間も入れてるというところまで考えてるんで、みんなで第1回を盛り上げましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう年寄りになっちゃう、早くやってよ。ということでですね、新木場ファーストリング捨て頃、皆さんぜひよろしくお願いします。生放送はベンド太郎さんのツイキャスで生放送されます。 YouTube でも動画公開されるのでぜひ見てください。ありがとうございました。よし、最後にまだカメラ止めないで、止めた？まだ大丈夫です。よし、じゃあ最後みんなで練習したから、最後みんな記念に一人一人おいで、全員で、全員で、ちょっと待ってください。違う違う、お互いに一回おいで、最後なんか頑張った、ありがとうございます。一人おいで、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、どれから、どれからこれだ、どれからこっち、どれからこっち、お互いね、お互いファイトクラブです。どれからこっち、これはいいんだよ、どれからこっち、よし、頑張った、よろしく、当日で、ナイス。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしく。ありがとうございます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 。全員かなりのレベルです。練習終わってバンテージ負けないやつはちょっとしたいからな。ちゃんと負けやわ。えいっす。じゃあお疲れ様でーす。みんな相当のレベルなんて来たよ、この短期間で。いや、3ヶ月でしょ。